ジョージ・ウェア、ジョージ・マネー・オボン・グースマン・ウェア、1966年10月1日体は、リベリアのサッカー選手、政治家、現在、同国大統領、サッカー選手として、同国代表に14年間にわたって選出された、モンドビア出身。バロンドールの規定が改定されて、最初の年である1995年に、 フィファ最優秀選手賞と欧州最優秀選手賞を受賞。ゴールキーパーを含めたほとんどのポジションをこなす。高い身体能力とゴール決定力を誇り、AC ミラン時代のラツヨ戦では一人スルーパスからゴールを決めたことも有名。また、96から97シーズンの開幕戦で、自陣ペナルティエリア付近から約80メートルを相手ゴール前まで単独でドリブル突破した上で、 ゴールを決めた際、翌日の地元市は、サンシーロに UFO 出現の見出しを掲げた。モンロビア郊外のブッシュロード島のシャンティタウンにて十四人兄弟の三番目として生まれる。幼い時に父親を失い、祖母に育てられた彼の最初の夢は、モンロビアのテレフォンオペレーターになるとだった。十五歳の時に、当時サンブリーグ所属の地元のサッカークラブ、 ヤングサバイバーズと契約するとゴールキーパーとしてサッカーキャリアをスタートした。すぐに得点をすることへ楽しさを覚え、フォワードへ転校30試合に出場し31得点を記録、チームを2部リーグに昇格させた。その後1部リーグのクラブを経て、1986年にはリベリアで最高のチームであったインビンシブルイレブンへ移籍。 このクラブではキャプテンを務め得点王にもなる活躍を見せ、カメルーンのスカウトの目に留まり1987年に国外デビューを果たした。1シーズンカメルーンで過ごしたウェアは、その後フランスのエース、モナコへ移籍しそのポテンシャルを開花させ、1991年にフランスカップをもたらすと、翌年にはチームを欧州カップウィナーズカップの決勝に導いた。その後移籍した。 パリ SG でもチームをリーグ優勝に導くと、1995年には、再びフランスカップをチームにもたらした。1995年、アフリカ人として初のバロンドールを受賞し、同年に FIFA 選出の世界年間最優秀選手賞も受賞。最後に、自身3度目となるアフリカ年間最優秀選手賞と、この年の個人タイトルを総なめにした。 マルコファンバステンの後釜として加入した AC ミランでは数多くのゴールを挙げた。驚異的な身体能力を誇りリベリアの怪人と呼ばれた。その後は膝の怪我等もあり99-00シーズン途中にチェルシー FC に移籍。以降マンチェスターシティ FC、マルセイユ、アルジャジーラと渡り歩き2 0 0に、2 0 0 3シーズンをもって現役引退した。 リベリア代表としても活躍したが、FIFA ワールドカップの本大会に出場することは、できなかった。特に2002年大会のアフリカ予選では1位と、勝ち点1差で惜しくも出場を逃した。内戦で傷ついた、祖国リベリアのために、ジョージウェア基金を設立するなどして、リベリアのユニセフ親善大使も務めている、大統領立候補の際、規定により一時的に大使を辞めている。 2008年1月、日本の福島県社会人、リーグ3部西のバリエンテ郡山の総監督に就任したが、来日は就任会見時の一度のみで、シーズン開幕後に訪日することはなかった。同クラブは、不祥事のため2008年シーズンをもって、運営会社が解散。ウェアも事実上退任した。サッカー選手引退後、 アメリカのフロリダ州とニューヨークで妻子と共に暮らしていたが2民主変革会議候補として立候補。その際の遊説は自身がエリート層出身者ではないと貧困層に訴えるポピュリズムそのものだった。第一回目の選挙で最多得票を勝ち取ったものの過半数に満たなかったためにウェアに付く票を得たエレン・ジョン・ソン・サー・リーフとの決戦投票となり、 他候補者との連合に成功したサーリーフに最終投票で敗北した。2009年にアメリカからリベリアに帰国し CDC のモンセラード軍の上院議員候補になるために政治活動を開始で現職のサーリーフに再び挑む意向を発表した。実際には CDC のがサーリーフに挑むことなりタブマン候補は彼を副大統領候補に選んだ。 結局は、サーリーフが再選を果たしたが、政治家になる決意をさらに固めた。2モンセラード軍から立候補し、12月20日の東大開票で、エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領の息子である、ロバート・サーリーフ候補を下し初当選に津橋、し、10月10日の第1回目投票では、得票率39%で1位となり、12月26日の 決戦投票では61.5%を得票、副大統領を下し当選した。2018年1月22日に就任。副大統領は、かつて、リベリア内戦に加担し、週刊中のチャールズ・テイラー元大統領の元妻であるで、欧米諸国からはテイラー元大統領の復権につながるとの懸念も出た。ウェアは、キリスト教プロテスタントの家で生まれているが、 彼は1997年にイスラム教に改修し、名前もウスマン・ザモンというイスラム名で呼ばれ、10年間イスラム教徒としてイスラム教を学んだ。しかし、再びプロテスタンティズム精神を求め、彼が当時在住していたフランスで2007年に、自分はもうイスラム教徒ではないと語り、イスラム教徒を辞め、元のプロテスタントに戻った。彼は、 キリスト教徒とイスラム教徒が平和になることを願っており、彼らは一人だという。2017年10月に彼はナイジェリアで、ナイジェリアの著名なキリスト教伝同士の預言者の主催の集会に出席した。そこには、リベリアのプリンス・ジョンソン上院議員がおり、一緒に並んでジョシュアと握手を交わしている。なお、ジョンソン上院議員は、リベリア内戦の時、 敵対するサミュエル・ドー大統領を捕らえ殺害したが、その後、ナイジェリアに亡命し、キリスト教に目覚め、牧師となっており、2007年に、ジョシュアの仲介でジョンソンは、ドーの残された家族と和解している。2017年の大統領選で、ジョンソン上院議員は、ウェア候補を支持しており、TB ジョシュア仲介のナイジェリアでの、 ジョンソン上院議員との出会いが彼の2017年の大統領選への立候補に重要な影を与えたと言われている。フランス語が流暢に話せサッカー選手として、フランスのリーグに所属しながらく、フランスに住んでいたこともある縁から、フランスの市民権も持っている。3人の息子がおり、長男のジョージ・ウェア・ジュニア、ジョージ・ウィ・ジュニア1987年8月27日隊。 は、1995年から、父親のように、プロのサッカー選手になるためにスタートしている。2004年に、AC ミランのプリマベーラと契約し、2008年に、スイスの CES ロモントイズと契約した。また以前 U-20 のアメリカ代表であったが、最終的には、父同様に、リベリア代表としてプレーしている。また、バッシのティモシー・ウェア、 2000年2月22日イもプロサッカー選手であり、アメリカで生まれたことから、年代別代表では、兄同様にアメリカ代表でプレーしている。2014年から、父の古巣である、パリ SG の下部組織に所属していたが、2016年5月13日にプロ契約を結んでいる。218、84、114、46、十8 4。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。